今日も大収穫だな。妖精のやつら魔法も使えると聞いて心配していたが、大したことないな。やってる。罪のない妖精たちをいじめておいて何の罪悪感も感じないの？君はまたなんだ。殴られたくなけりゃそのまま黙って消えないよ。あんたみたいなやつを怖がってたら、そもそも声をかけてないわ。それで勝負しようってのか？死んだ後に後悔しても無駄だぞ。つべこべ言わずにかかってきなさい。いつまで笑っていられるのか見てみようじゃないの。みんな自信のある位置に立って、あいつらを徹底的に潰してやるわよ。私、喧嘩はあまり自信ないです。キュリア、自信を持って。あなたの爆弾は最強よ。私が前列で敵の攻撃を防ぐから、あなたは真ん中で私たちの補助をしてちょうだい。そうですよ。私も前列でリエルと一緒に最大限の防御をします。わかりました。じゃあジェニタスとカビリアは後列で火力を足してちょうだい。あいつらを痛い目に合わせてやりましょう。わかりました。任せてください。人間に穴を開けてやります。準備が終わるのを待ってたら寝そうになったよ。いつまでそんなに威張れるかしら。お前たちが負けたら、この大陸の妖精たちをもっと本格的にいじめてやろうと思ってるんだ。この剣の威力を受けてみなさい。やー、優雅な剣気。こいつら何なの？バカなのか。こちらも前列に威勢のいいやつが何人もいるに決まっているだろう。しまった、前列の頑丈なやつらのせいで後ろにいるやつらを殴れないわ。マヌケ、ずっともがいていろ。思う存分相手にした後、獣の餌にしてやる。そう言われてこっちが諦めるとでも？まだ希望を捨てていないのか。あんたらみたいなやつには負けてらんないわよ。そうか。ではこれも防御できるかな。な、何？リエル、同僚たちが。このままじゃ本当に全滅してしまうわ。とりあえず交代するわよ。だから相手をちゃんと選べと言っただろう。今に見てなさい。必ずあんたたちを倒しに戻ってくるわ。ああ、待っててやろう。みんな負傷がひどいわ。カビリア、倒れた仲間たちの助けをお願い。わかりました。早く帰りましょう。
この人死んじゃいました？はあ、ジェニタス、知らない人の顔にポップコーンを投げてはいけません。じゃ あ、目開きました。今私と目が合いました。なんだ、何かいいものでも持ってるかと思ったのに何も持ってないじゃない。リエルに任せて帰ります。あ、私も連れてってください。リエル、何か手伝えることはありませんか？大丈夫よ、怪我はひどくなさそうだから。私が症状を確認して連れて行くわ。わかりました、必要なら呼んでください。ああ、あの、どな、気がついた？私の名前はリエル、白竜の契約者でもあるわ。なんで私がここに？森に倒れていたのを同僚たちが送ってきたの。ここは抵抗勢力が集まって住んでいる秘密の地よ。なんだって？秘密の地があるってのはただの噂だと思っていたんだが。とにかく助けてくれてありがとうございます。どうやって恩返しをしたらいいのか。だったら村の管理をしてくれる人を探していたんだけど、旅行者様が村の管理をしてくれたら助かるわ。そんな大事な仕事を私がしてもいいんですか？どうせ今は村と呼ぶにも悲惨な状態なの。人もあまりいないし。お腹が空いてるの？話のついでに軽く食堂から覗いてみる？仲間たちが必要な材料を揃えておいてくれてるわね。これなら建てるのは朝飯前ね。建設は誰から学ぶのですか？え？建設は旅行者様がするのよ。あ、そうなんですか？いた！どうしたんですか？食堂を建ててる最中に指を切っちゃったわ。私が建ててたのに。この隣に病院っぽい建物があった気がするわ。ちょっとお願いしてもいいかしら？はい。ありがとう。早く治療して戻ってくるわね。行ってらっしゃい。はあ、お腹が空いてるのにご飯が食べられないなんて。リエルはどこですか？あ、今指を怪我して病院に行ってます。なら、ここに私たちの宿も作ってくれませんか？今ですか？ダメですか？ダメってわけではないですが。じゃあお願いします。リエルには内緒にしてください。宿って言っても横になる場所すらないな。古びてるけど部屋でもあった方がいいよな。ひひ、完成したらリエルに内緒で昼寝しに行くっと。あら、旅行者様、ちょっと治療しに行っている間に村がすっかり変わったわね。そうですか？どこかからいびきの音が聞こえない？どこだろう？え、ジェニタス？ここで何してるの？フィールドに合図が来ないか見張りを頼んでいたのに、ここで昼寝してたの？だけど旅行者様が一生懸命作ってくれたから、このまま無駄にはできないし。もう本当に呆れるわ。わかりましたよ。行きます行きます、リエルさんも行った方がいいんじゃないですか？そうね、私もついて行ってフィールドの状況を確かめないと。忍び込んだ合図たちと戦っているんですけど、あの人たち何か企んでるみたいです。分かったわ、すぐに行くわ。
えられない。あいつら思ったより抵抗が激しいな。誰か親分を呼んでこい。なあ、分かった、俺が呼んでくる。不利な状況だから親分を呼びに行ったの。合図のやつらずるいわね。旅行者様、私たちも早く合図の親分と戦う準備をしに行くわよ。わかりました。人は何か味わわせてやる。ほっといて命乞いをしろ。大丈夫ですか？もちろんよ。親分だから身構えてたけど大したことなかったわ。ところで何か悩んでることでもあるの？あの海の向こうにも合図のことで苦しんでる人がたくさんいるんでしょうね。そうでしょうね。心配しないで、私たちが助けに行けばいいのよ。どうやって？あそこの壊れた港と船を少しお手入れすれば使えるわ。話のついでに行ってみましょう。まだ腕が足りなくて、これよりいい船は作れなかったわ。イカダで海を渡らなきゃいけないんですか？うねる村は近いからすぐに行けるわよ。私と一緒に？もちろんよ。後で船をアップグレードすればもっと頻繁に大陸に出られるわよ。でも今は村を狙ってる合図を処理するのが先よ。まずは村に戻りましょう。やつらめ、まだ村の周辺をうろうろしてる。早く退治してくるわ。じゃあ私はその間何をすればいいですか？そうだろうと思って村の管理に必要な内容をここにまとめておいたわ。何をすればいいかわからないときは私のメモを確認してちょうだい。じゃ行ってくるわね。